どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは、厳選された個性あふれる国内外の食料品が並ぶ食のセレクトショップ北野エースさんから、こちらのカレーの壁の中からですね、おすすめの変わり種のカレーを4選を紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。まず一発目に紹介しますのは、インド料理専門店クリシュナさんが監修しているオホーツク流水カリーです。こちらのカレーを監修しているクリシュナさんは、北海道の北見市に本店を構えていて、同じく北海道の流水をこちらのカレーで表現しているそうです。こちらがオホーツク流水カレーです。もう少し綺麗に盛り付けられたらよかったんですが、マリンブルーのカレーの中にホワイトチキンカリーを付け加えることによって北海道の流水に見立てているそうです。一口食べてみると、ホワイトカリーはバターのコクが濃厚でクリームがまろやかです。少しスパイス感はあるものの辛くはありません。一方でマリンブルーカリーの方はピリッと辛いです。食べてるうちに舌がビリビリして、かなりのスパイシーさを感じます。見た目のインパクトもかなり強く、 SNS 映えもしそうなこちらの流水オホーツクカリー、ぜひ一度食べてみてください。続いて紹介しますのは、料理旅館のドンリュウさん監修のこちらの味噌カレーです。愛知県岡崎市名産の角球さんの八丁味噌を使用している味噌カレーとなっています。こちらのカレーの中には愛知県名物の八丁味噌が使用されていて、コトコトじっくり煮込んで仕上げているそうです。素材、味、健康にこだわったこのドンリュウさんがお届けする優しく、どこか懐かしい味の味噌カレーを一口いただきますと、どこかほっこりするような味わいとなっています。八丁味噌の甘みとコクがカレーのスパイスと意外に合っています。ほんのりと和風の味はカレーうどんにも最適だと思いますので、今度はご飯ではなくうどんにかけて食べてみようと思いました。続いて紹介しますのは、いちごのカレーです。いちごの生産量日本一の栃木県産のとちおとめを使用したカレーです。表紙にはいちごの甘酸っぱさが新しくて美味しいカレーが作れましたと書いてありますが、一体どんな味がするんでしょうか。カレーとリンゴが合うのは知っていますが、果たしていちごはどうなんでしょうか。それでは早速食べていきましょう。まずカレーを目の前にすると、いちごの香りがふわっと漂ってきます。いちごとカレーが混ざった香りのようです。今までに経験したことのない香りです。そして一口いただきますと、一見普通のカレーのように見えますけれども、いちごのピューレが入っているため、いちごの風味がしっかりとします。フルーティーないちごとカレーが意外と合うことに気づきました。甘口カレーが好きな方には特に喜ばれそうですし、小さなお子様にもおすすめの一品だと思います。中盤以降、いちごピューレがやや強めに感じますので、なかなか賛否両論がありそうなカレーですが、一度トライして食べてみてください。そして最後に紹介しますのは、長野県の信州八ヶ岳野辺山高原しゅっぽっぽ牛乳を使った牛乳カレーです。表にはまろやかな牛乳のコクと甘みが引き立つカレーと書いてあります。八ヶ岳の野辺山高原牛乳を使用していて、さらにその中に和風だしでまろやかに仕上げたビーフカレーのようです。それでは早速食べていきましょう。さて、まずは見た目からいきましょう。カレーの色は想像ほど白くはないですが、これまでのカレーと比較すると一番マイルドな色をしている印象です。まずはこのカレーのルーからいただいていきます。一口いただきますと、甘いといった印象を受けました。後味にもスパイスのピリッとした感じはしないので、お子様にも安心して食べていただけれるカレーとなっています。そして後味にじわじわ効いてくるのが和風だしです。和風だしのおかげで甘口でも重くならず、パクパクと食べることができます。全体的にまろやかなカレーとなっていますし、辛いものが苦手な方にも安心して食べていただけれるカレーとなっていますので、ぜひ買って食べてみてください。いかがでしたでしょうか。今回は北野エースさんのカレーの壁、300種類のカレーの中から変わり種カレー4選を紹介してきました。ぜひ興味を持たれたカレーがあれば一度買って食べてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!